眠れる森の美女。1。むかーし王様とお妃様がいました。お二人は子供がいないことを何より悲しがっておいでになりました。その悲しみはとても口では言い尽くせないほど深いものでした。そのために世界中の海という海を渡って神様に願をかけるやらお寺を巡礼するやらでいろいろお祈りを捧げてみましたが、それが叶うことはありませんでした。でもそのうちとうとうお二人の祈りが届いて、お妃様に女の子がお生まれになりました。そこで王様は立派な祝宴を開きました。王様はこの国の魔女たちにも王女を祝福してほしいと思い、国中の魔女たちを残らず呼び出しました。その数はみんなで7人でした。その時代の魔女たちの習わしに従い、7人の魔女はそれぞれが一つずつ立派な贈り物を持ってきました。ですから、生まれた時からお姫様にはもうこの世での望みの中で叶わないものはありませんでした。さて、祝宴では魔女たちのために立派なごちそうの支度ができていました。一人一人の食卓の上にはお皿や杯などの食器が一揃い並べてありました。スプーンやナイフ、フォークなどの食器はすべてダイヤモンドとルビーを散りばめた純金製のものでした。ところで、みんなが並んで食卓に着いたとき、ふと見ると、いつ、どこからやってきたか、大変、年を取った魔女が一人、のそのそと広間に入ってきました。けれど、この魔女は、お祝いの席に呼ばれてはいなかったのです。なぜかというと、このおばあさんの魔女は、今から50年も前、ある塔の中にこもったきりで姿を隠してしまって、もう今では死んでいるか、魔法にでもかけられて何か変わったものにされてしまったと思われていたからです。王様は慌ててこの魔女の前にも人揃い、食器を並べさせました。でも、それはもう純金製のものではありませんでした。何しろ、お客は7人の予定でしたから、7人前の支度しかできてはいなかったのです。すると、おばあさんの魔女は自分だけが軽蔑されたように思って、口の中で何かブツブツ小言を言っていました。その時、他の若い魔女の一人がそばに隣り合わせていて、おばあさんのくどくど言う言葉をそっと聞いていました。それで、このおばあさんが王女に何かよくない贈り物をしようと
企んでいることがわかりましたから、食事が済んで、みんなが食卓から立ち上がると、そのまま、その若い魔女は部屋にかけられていたカーテンに隠れていました。それはこうして隠れていて、そのおばあさんが何を企もうとも、自分がその後に出て、すぐその呪いの効果を弱めることを言って、それをお姫様への贈り物にしようと思ったからです。そうこうするうちに、いよいよ、魔女たちはそれぞれお姫様に贈り物の言葉を述べることになりました。一番若い魔女は、お姫様が世界一美しい人になられますようにと言いました。次の魔女は、天使のようなお心が授かりますようにと言いました。三番目の魔女は、王女の立ち居振る舞いの優しくしとやかにありますようにと言いました。四番目の魔女は、世界一の踊りの名手になられますようにと言いました。五番目の魔女は、さよなき鳥のような優しい声でお歌いになりますようにと言いました。六番目の魔女は、どんな楽器にも名人になりますようにと言いました。そしていよいよおしまいに、おばあさんの魔女の番になりました。この魔女はさも忌々しそうに首を振りながら、王女はその手を糸巻き機に刺されて怪我をして死ぬだろうよと言いました。この恐ろしい呪いの贈り物は身震いの出るほどみんなをびっくりさせて、誰もお姫様のために泣かないものはありませんでした。その時です。若い魔女が帳の影から出てきて、とても大きな声で次のような言葉を言いました。いいえ、王様、お妃様、大丈夫。あなた方の大事なお姫様は命をお亡くしになるようなことはありません。もっとも、私にはこのおばあさんの魔女がかけた呪いを残らず消すまでの力はございません。お姫様は手のひらに糸巻き機をお突き立てになるでしょう。けれどそのために死んでしまうということはありません。ただお姫様は百年の眠りにつくでしょう。そしてちょうど百年目にある国の王子様が来て、お姫様をお起こしになるでしょう。二、王様は魔女のおばあさんのかけた呪いをどうかして避けたいと思いました。そこでその日早速国中にお触れを出して、誰でも糸巻き機を使うことはならぬ、家のうちにその一部をしまっておくことすらしてはならぬ、それに背いた者は死刑にすると厳しく言い渡しました。
さてそれから15、6年は無事に過ぎました。ある時、王様とお妃様がお揃いで離宮へ遊びに出かけました。その留守に若い王女はお城の中を隅々まで歩き回っておりました。王女はいろいろな部屋や応接間など見て歩き、さらに塔のてっぺんの小さな部屋に入りました。見るとそこには人の良さそうなおばあさんが一人ぼっちで座っていて、糸巻き機で糸を紡いでいました。このおばあさんは糸巻き機を使ってはならないという厳しい王様のお触れをうっかり聞き忘れたのだろうと思います。おばあさん、そこで何をしているの？とお姫様は尋ねました。ああ、かわいいお嬢さん、私は糸を紡いでいるのだよ、とおばあさんは言いました。このおばあさんは王女が誰だか少しも知らないようでした。まあ、と王女は言いました。なんて綺麗なんでしょう。それはどういうふうにやるものなの？私に貸してごらんなさいな。私にもできるかどうかやってみたいから。お姫様はこう言って、その糸巻き機を手に取りましたが、それは持ち方がいけなかったのか、大変慌てて不器用な持ち方をしたのか、それともあの悪いおばあさん魔女の呪いの言葉がいよいよ本当のこととなって現れる時が来たのか、糸巻き機の尖ったところがいきなり王女の手に刺さって、王女はばったりそこに倒れてしまいました。人のいいおばあさんは慌てて人を呼びました。みんなお城のそこからもここからも駆け出してきました。お姫様の顔に水をかけたり、紐を解いて着物を緩めたり、手のひらを叩いてみたり、ハンガリア女王の水という薬でこめかみを揉んだり、いろいろしてみても王女は息を吹き返しませんでした。さて王様はこの騒ぎを聞いて、早速駆けつけておいでになりました。そして15年昔の悪い魔女の言葉を思い出しながら、やはりこうなる運命だったことを悟って、お姫様をそのままお城の中でも一番上等の部屋に連れて行かせ、金と銀の縫い取りをした綺麗なベッドの上に寝かせました。ベッドの上にすやすや眠っているお姫様は大層美しく、それは小さな天使だと言ってもいいくらいでした。生き生きとした様子がなくなっていても、お元気な頃と同じ顔色をしていて、頬はなでしこのように赤い色をしていましたし、唇はサンゴを並べたようでした。目こそつぶってはいますものの、かすかに息をする音は聞こえます。それで王女が亡くなられてはいないということがわかったので、
お城の人たちは安心いたしました。王様は時が経って姫を起こす人がやってくるまで静かに寝かせておくようにと厳しく言いつけました。さて、王女を100年の間眠らせるという方法でやっと悪い魔女の呪いから守った。あの心の良い魔女はちょうどこの騒ぎの起こった時、12,000里離れたマタカンの国におりました。マタカンの国の妖精がひとまたぎに7里歩くという靴を履いて姫の様子を見に行ったので、心の良い魔女は眠りについた姫のことをすぐに知ることができました。それで心の良い魔女は早速マタカンの国を出て、竜に引かせた火の車に乗ると1時間ほどで王様のお城に戻ることができました。王様は魔女を歓迎しました。魔女は王様にお察し申し上げますと慰めてお城に入りました。この魔女は大変先のことまでよくわかる魔女でしたから、100年の後にお姫様がせっかく目を覚ましても、この古いお城の中にたった一人ポツンとしているのではどうしていいかわからなくて、さぞお困りになるだろうと思いました。そこで魔女は魔法の杖を振るって、王様とお妃様を除いてお城の中のものを残らず、それはお月の女教師から女官から宮内官、役人、コック長、料理番から炊事係、兵隊、使い走りのものまで残らず杖で触りました。それから同じようにして馬屋で寝ている馬も、裏庭に遊んでいる犬も、お姫様のベッドの上で寝ている猫までも、みんな魔法の杖で触りました。魔法の杖で触るとすぐ誰も彼も何もかもたわいもなく眠りこけてしまって、お姫様が目を覚ますまでは決して目を覚ましませんし、お姫様に用事ができればいつでも目を覚まして御用を務めるはずでした。眠りについたのは人や生き物ばかりではありません。かまどの前の焼き串までが、キジや山鳥の肉を串に刺したまま、やはり眠ってしまいました。これだけのことが、みんな、ほんの瞬き一つする間に出来上がってしまいました。魔女というものは、全く仕事の早いものですね。さて、そこで王様とお妃様とはお姫様の額にそっと優しく頬ずりをしてお城から出て行きました。そうしておいて誰もお城に近づくことはならないという厳しいお触れをまた国中に知らせました。
でも、そのお触れはわざわざ出すまでもありませんでした。なぜかというと、15分も経たないうち、お城を取り巻くお庭には、たくさんの高い木や低い木がもっさりと茂り出して、その間には茨や草やぶがびっしり鉄の網のように絡みついていましたから、人間も獣もそれをくぐって入ることはできなかったからです。そういうわけで、しばらくすると、外から見えるものは、お城の塔のてっぺんだけになりました。それも、よほど遠くからでなければ見えないのです。これは、すべて、この若い魔女のしたことでした。こうして、王女は、誰一人、訪れることができない森の中で眠り続けました。3。さて、100年は夢のように過ぎました。その頃、その国を治めていた新しい王様の王子が、ある日、王女の眠る森の近くを通りかかりました。この王子は眠っている王女の一族が遠に死に絶えて、その後に変わってきた別の王家の王子で、その日は狩りをしに出かけていたところでした。それで遠くからお城の塔を見つけると、あの森の中にある塔は何だと言ってお月の者に聞きました。みんなそれぞれが自分の聞いていたことを答えました。ある人は、あれは幽霊が出ると評判の古い荒れ城だと言いました。するとまた一人が、あれはこの国の魔法使いが夜会をする場所だと言いました。ほとんどのお月の者が言うには、あれは昔から人食い鬼の住んでいるお城で、小さな子供を捕まえてはみんなあそこへさらっていって、それで誰も後からついてこられないように、あの通り自分だけ通っていける森をこしらえて、その中でゆっくり食べるのだ、ということでした。王子はこのうちのどれを信じていいかわからないので迷っていますと、その時、一人この土地に古くからいる年寄りのお百姓がこう言いました。王子様、失礼ではございますが、私が50年も前、父親から聞きました話では、その父はまた、元はそのまたおじいさんから聞いたのだと申しますが、このお城の中には、それはそれは、美しい王女のお姫様が住んでおりまして、もう100年の間、ずーっと眠り続けた後、ちょうど100年目に、ある国の王子が来て、目を覚ましてくださるのを待っているんだということでございます。若い王子は、この話を聞くと、体中にカッと熱い血が、燃え上がるように思いました。ぜひともこの珍しい出来事の結末を自分でつけてしまわなければと思い立ちました。
美しいお姫様を授かる上に、誰も入れない魔法のお城を切り開く名誉が自分のものになると思うと、もう後ろから体を押されるような気がして、早速そのお城に行こうと決心をしました。そこで王子は森に向かってずんずん進んでいきますと、大きな木も低い木も草やぶも茨もみんな道を避けて王子様を通しました。その広い道をどこまでも行きますと、やがてその奥にあるお城に着きました。ところで少しびっくりしたことには、ふと振り返ってみると家来が一人もついてきていないのです。これはなぜかというと、王子が入ると同時にすぐ森の入り口が閉まってしまったからです。けれども王子は構わずにずんずん進んでいきました。若く優しい、そして火のように熱い心を持った王子は、勇気も行動力もありました。王子はやがて大きな広い庭に出ました。そこでまず見たものは、どんな怖いもの知らずでもぞっとして骨まで凍るような光景でした。何もかも気味の悪いほどシーンと静まり返っていました。そこにもここにも目に見えるものは、人間や動物がみんな死んでしまっているようにぐんやりと手足を投げ出している姿でした。けれどもそこに立っている兵隊の鼻息はプンとお酒臭いし、ぽーっと赤い頬をしているのを見ても、この人たちはみんな眠っているんだということがすぐにわかりました。しかもその手に持った茶碗にはまだぶどう酒の雫が残っているので、仲間と酒盛りの最中に眠ってしまったのだと王子は思いました。王子はそれから大理石を敷き詰めた大きな廊下を通って階段の上まで行って、兵隊の控えている部屋に入りますと、兵隊らは鉄砲を肩に乗せて並んだまま、ありったけの高いびきをかいて寝ていました。それからまた進んでいくつかの部屋を通っていきますと、どの部屋にも紳士たちや貴婦人たちが、立っているものも腰をかけているものもみんなたわいなく眠りこけていました。王子が最後に入ったのは、部屋中金で飾られた美しい部屋でした。そこに立派なベッドがあって、四方が囲われた垂れ布をあげた中に、それこそこの世に二つとない美しい人が現れました。15、6くらいの年頃のお姫様が、神々しく光り輝く姿で眠っていたのです。あっと驚きながら、王子は震える足を踏みしめ、その前にひざまずきました。
さあ、これをきっかけに魔法の力もいよいよ尽きたのでしょう。王女はふと目を覚ましました。そして何とも言えない優しい目でじっと王子の方を眺めました。王子様、あなたでございましたの？と、お姫様はそう言ってにっこりしました。随分とお待ち申し上げておりました。王子はこの言葉を聞くと、なんと言って心の喜びを言い表していいかわかりませんでした。王子は自分のことよりもどれほどお姫様のことを思っているか知れないと言いました。二人の話は話すというよりも泣いていると言った方がいいほど、ただもうしどろもどろなものでした。言葉はよどみがちでしたが、優しい心の泉はかえって勢いよく流れ出しました。それに王子の方はただ驚いているばかりなのに、王女の方は何しろ百年の間、魔女が面白い夢を次から次へとお見せしていましたので、いくら話しても話しても話の種が尽きるということがないのです。ですから二人はかれこれ四時間も休まずに話し続けていて、そのくせ話したいことの半分も話しきらずにいました。そうこうするうち、お姫様と一緒にお城のそこでもここでもみんなが目を覚ましました。誰も彼もそれぞれが自分の仕事を思い出しました。ところで、お城の人は寝ていただけで苦労などしておりませんでしたから、真っ先にお腹が空いて倒れそうに思いました。女官頭は他の人たちと同じようにひどくお腹が減って我慢できないほどでしたから、出し抜けに大きな声で、お姫様、お夕飯のお支度ができましたと申し上げました。王子は寝ていたお姫様を助けて立ち上がらせました。お姫様は随分立派なドレスを着ていましたが、何しろそれは百年前に流行った王子のひいおばあさんの着物と同じようだということを、さすがに王子はお姫様に向かって言うことは遠慮していました。いくら流行遅れなドレスであったとしても、王女の美しさにも可愛らしさにも全く変わりはなかったのですからね。さて、二人は鏡の間に出て行きました。そこで夕飯の食卓について王女好きの女官たちがお給仕に立ちました。その間バイオリンだの木笛だのが百年前の古い曲を奏でました。それは百年前の古い曲に違いありませんでしたが、立派な音楽であることに変わりはありませんでした。食事が済むと、神父は二人をお城の礼拝堂へ案内して、ご婚礼を済ませました。四。二人
二人はその晩、ほんのわずかしか眠りませんでした。王子は、あくる朝、王女を城に残して、町へ帰りました。お父様の王様が、待ち焦がれておいでになるところへ帰って行ったのでございます。王子は、狩りをしているうち、森の中で道に迷って、一軒の炭焼き小屋に泊まって、チーズや黒パンを食べさせてもらったことなどを話しました。お父様の王様は、人のいい人でしたから、王子の言うことを信じておいででした。けれど、お母様のお妃様は、もう早速、王子にはお嫁さんがいることを、ひそかにお悟りになりました。それから2年が経ちました。王女には2人も子供が生まれました。一人は女の子で、もう一人は男の子です。二人とも健やかで賢く、王女のもとですくすく育ちました。それからまた2年が経って、王様がお亡くなりになって、王子が新しい王様の位に着くことになりました。そこで初めて天下晴れて王女と結婚したことを国中に知らせました。そうして立派な結婚の儀式を整えて、改めて眠る森からお姫様をお迎えになりました。王女は二人の子供を両脇に抱くように座り、美しい行列の馬車を揃えて、王様のお城に向かいました。美しく立派な、いい心を持った人を待っているということは難しいことです。でも、待つことによって、幸福は増すことはあっても、減ることはありません。おしまい。